はい。で、まあ、この金沙長崎の、まあ、詳細の試合内容なんですけれども、はい、実はね、この以前の動画でもお話しさせてもらいました、有が中盤以降、反撃しだして8回で KO という形なんですけれども、実はこれはね、作戦通りだったんですね、有陣営の。なんでかと言いますと、ジョージ・フォアマンというのは、うん、まあ、あまりのハードパンチゆえにね、早い段階でもう序盤からもう KO 狙いでバーって来てたんでね、あの要は早いラウンドで KO で勝ったということが多かったんで、長期戦には慣れてないやろか、うん、要はスタミナですね、まあ、防いでスタミナ切れを待ったっていう、うん、そう、まあ、そこをつく予定で、まあ、あるいは、まあ、リングを大きく使ってフットワークでこう、うん、じゃあフォアマンに打たせて自分は動いて疲れさすというような、計画だったんですけども、実はそれも、まあ、実際リングに上がって対峙するとフォアマンが思う以上にこう接近してくるわけですね、うん、そしてそのリングの上がちょっとありと相性悪かったのか、ちょっと動きづらかったと、うん、これではその当初の戦法動き回るということが逆に自分が先に疲れるであろう、うん、でその流れの中でアリがこれではまずいということで戦法を変えたんですね、うん、要はもうあえてロープ際までこさして、ロープに背をつけてもう完全にガードで顎とボディをガードして、ね、打たせて、まあ大振りのパンチとかをこうスウェーでね、もう避けたりしてこうもう大きくのけぞったりして、うん、もっともっと打たせて、そしてクリンチした時とかにね、ミンミン元でね、まあこれこそ明日のジョーみたいなもんですよ、うん、ミンミン元でこう支えてるわけです、全然パンチ効いてへんぞと、うん、まあお前はそんなもんなんかというような形でミンミン元で支えて、煽って余計にこう、そうそう、煽ってどんどんフォアマンにこうパンチを打たさせて大振りになって疲れさすという作戦に変えたんですね、うん、でこれがこうそうして中盤あたりでもうフォアマンが疲れてきたところを見計らって徐々にアリの反撃が始まり、うん、8ラウンドで、畳みかけるようなコンビネーションの中から右ストレートで KO 勝ちをしたっていうね、もう頭脳戦ですね。そうですね、これは偶発的に流れの中で起こったわけじゃなく、まあ当初の予定、そしてそれさらにそこからのアクシデントで戦法を切り替え、うん、要は巧みな戦術、うん、それによって、この試合というのは実はアリの綿密なね、ファイトのね、そういう、まあストーリーを作って、だから賢いわけですね、うん、やっぱりアリは、まあ、そういうような形で、ね、この一戦が行われて金沙長崎の奇跡というような形でですね、僕が生まれる前の時代の話ですよ、うん、それがまたね後世に語り継がれるような試合内容、なんとなくその言葉、ね、アリのことを調べる以前になんか金沙長崎の奇跡というワードだけを覚えてたんでね、うん、はい、そういうようなこう有名な試合、そしてまあこの辺のね、まあ話をね、例えば映画とかでね、ウィル・スミス主演でね、うん、アリっていう映画があったんですよ。多分この金沙長崎の奇跡ら辺までのアリのこう反省をね、うん、描いてる映画だったと思うんですよ。もうウィル・スミスがちょっとアリにね見せるようにこう服用か、ちょっとまあ服用かな肉体を作って、完全にアリにこうね、アリを模したようなね、演じ方、うん、これ非常に面白かったんでね、もしご興味ある方はこのね、アリという映画を見ていただければなと、僕もちょっと一回見たくなりました、はい、思います、はい、そしてこのアリが実は日本のプロレスラーと接点があったんですね、でも、はい、誰と思います？あ、これはね、知ってます。誰ですか？アントニオ猪木。そうですね、うん、実はですね、このモハメド・アリというのは、アントニオ猪木さん、ね、うん、日本のプロレスラーであるこのアントニオ猪木さんと、この金沙長崎の奇跡の2年後ぐらいかな、うん、当時まだその2年後もアリはこのチャンピオンベルト、現役の世界ヘビー級チャンピオンです、うん、現役のこの世界ヘビー級チャンピオンと猪木さん、ね、日本の一プロレスラーである若きアントニオ猪木さんとの戦いがね、うん、実はあったんですね、はい、うん、こういうような形でね、朝倉未来さんとフロイド・メイウェザーの試合みたいなものはね、すごく注目されてますけども、一点違うのはメイウェザーは現役チャンピオンじゃないんで、うん、この猪木さんとの試合の時はこれアリは現役のチャンピオンですね、世界ヘビー級チャンピオンだったんで ね、はい、そういうようなことがね、行われたということはね、まだね、非常に興味深いところです、うん、はい、ではまた次回ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。